キッドマン北海道探索チャンネル小樽市いろ内と稲穂を観察した時の様子です小樽文学館で面白いイベントが行われていましたゲームの本というイベントだったんですがトイレとか階段なんかもこの建物最高に味があるんですよねゲームの本のイベントに行くまで時間がかかりました窓からは国鉄手宮線のいろ内駅跡も見れます もともとは小樽地方貯金局という建物で、1952年に建てられました。ゲームの本の入館券でございます。おそらくこのゲームの本のイベントがなければ、この建物に来ることは なかったと思うので非常に感謝しておりますゲームの本のイベント自体も面白かったです、こうやって90年代の広末さんの新聞とかねファミコン、スーパーファミコン、プレイステーションなんかがこう展示してあったり攻略本なんかもありました。 ときめきめメモリアル懐かしいですねあの私、普通にクリアしないでいかに嫌われていかにこうあのバッドエンディングを作るかっていうことに集中していたのであのいい恋愛ゲームにはなりませんでしたこの床の美しさずっと見ていられますでここにジオラマがあるんですよこれ、ボタンを押すと動きます。 樽文学館にジオラマがね鉄道模型のジオラマがあってこうやって走行すると思わなかったので嬉しいですこれはね国鉄の匂いがします手宮線の廃線跡周辺でございますまだ国鉄時代からあったような建物が結構残っております 踏切はまだ残ってるんですがもちろん廃線なので踏切が閉まるということはありません先ほどの文学館の歴史が書いてありますね手宮線跡地でございます1985年80年代までここの線路に、えー、機関車が走っていたです、ね、ロマンがありますよね、まあ、私も小さい頃わずかながら走っていたっていうことになります DD13 とかね DD51 がけん引する旧型客車とかここを通ってたんでしょうね色内駅跡のプラットホームでございます軽く金属の骨組みなんかも残ってありますし、まあ、ほぼそのままなのではないでしょうか待合室はねもちろん新しくなってました。そののの隣にあるこの木造の 建造物、これ看板とかまだたくさんついてますし懐かしいオブジェなんかもたくさん置いてありました歩いて楽しめる鉄道って感じがしましたポールサインなんかもこうやってねゴロンと目の前に転がっている状態ですここで列車を待ってたということは多分ないと思いますこのランプとか素敵ですよねで見てください、この看板近くで見てみるとご覧のように。 カゴメソース、そして日本人らしいオブジェでございます。このカゴメ、そしてことぶき味噌、食品系の看板が多いです。そして懐かしいですねこの車。でここでなんか永遠の愛を誓う的なモニュメントがあるんですが、まあ人は歩いていない状態でした。周辺にも素敵な形をした建物がたくさんあります。 少しずつ最近はねマンションに変わっちゃったりなんだりして減ってはいるんですけれども、まあ、このようにねファンタジーを感じる通路なんかもあります雰囲気的に居酒屋さんが入ってたのかなと想像していますでなんかね猫の匂いがするなぁと思ってこう猫を探してるんですがあとでね面白いものが落ちています 動物を捕獲する罠が置いてあったんですね。で間違って猫入ってないかななんて思ってみたんですが、まあ枯葉ばっかり入っていて確認はできませんでした。やはりご覧のようにお店が入ってましたね。一品料理でございます。これは何を捕まえようとしてるんでしょうね。捕まってみないとわかんないシリーズでしょうか。 さらに手宮線周辺のお店でございますもし小樽に観光しに行きたいっていう人は小樽駅で降りてこの手宮線をぐるーっと回るとなかなか味わいのある建物を見ることができます飲食店なんかもありますしお土産屋さんなんかもありますああさっきの建物やはりね倒壊してましたね 北の旅人ででございます。す。さらに踏切ですここの踏切は遮断機が落ちてランプがつくパターンではなく最初からこのままのパターンの踏切なんだと思います。 実はここの配線跡っていうのはトロッコのイベントをやってるんですよねトロッコに乗ってまあ、自転車だかエンジンだかをつけてあの配線跡をトロッコに乗って楽しむっていうねそういうイベントとしてこの配線テミヤ線は使われていますこれマジシャンクラブと見間違えて近づいたら麻雀クラブだったっていう話です この看板めちゃくちゃ目立たないところにあったんですけれども派手な看板ですよねそして石造りの建物アーケードの下から見たところと外から見たところなんかたぬき工事にはこういう美しさとかないですよねここの吉屋さんは毎回見に来ます薬屋さんといえば店頭にある象さんでございます 昔ながらの建物が並んでいる状態美しいですよねこの中通りを歩いてみることにしましたまあわざわざね中通りを通っていくっていうことは今まであんまりなかったのでゆっくり歩くことができてよかったです甘党の工場ここにあるんだとか思ってねマロンコロンっていうお菓子有名ですよね まあ結構、小樽歩いてるのでここを曲がったらそばのあやぶはんだなぁとかねなんとなくもう分かります小樽、まあ、ていうのはね結構、袋小路があったり坂とかカーブが多かったりするので、まあ、初心者の方というかね1回、2回行っただけだったら地図の行きたいところにダイレクトに行けない可能性が結構あります。この錆び方、一枚一枚がね違う表情してるんですよ。 こちらの美しい木造の建物七屋さんでございますこのすりガラスも綺麗ですねそしてこの雪の裏側にあるこの看板見てくださいあレトロですね最初薬のデパートかなと思ったら製菓用品のデパートってお菓子系も売ってるんですね 一方通行も混ざっているので走り慣れてないと逆走しそうになると思うので気をつけていただきたいと思いますこの変わった窓のお店何なのかなと思ったらやってませんでした確か前も来た記憶があるんですけどねで今回、フラッといきなり入ることにした小樽ラーメン麺屋でございます。 店主さんも非常にフレンドリーな方で何年やってるんですかって言ったら25年っていうんですけれども、まあ、昭和かなと思ったら、ね、平成のラーメン屋だったっていうそういう話でございます、まあ、小樽には80年とか100年やってるような、ね、お菓子屋さんとかも結構あるので、まあ、それに比べては、ね、結構短い歴史なんですけれども雰囲気とかこのラーメンのシンプルさとかね、昔ながらある感じの味でしたそんな感じでありがとうございました